ジャパニーズ。ファズシュー、下げる。セラです。よっしゃっしゃー。バケモンだよ。カブロは、ヤング。最近ね、まあ、GU だったり、はい、島村も出てんのかな、はい、あとはオタクにコーディネートしてみたとか、うん、まあ、そういうファッション系をね結構やってて、はい、まあみんなから反響が来るということで、今日はまた新しくね次のシリーズですか。シリーズは同じだと思うけど、大君これもの婦人服でガチバチコーディネートバトル。ガチバチ、ガチバチだよ。はい、ということでですね、今回ね本当にこれはもう勝負ですよ。なんて言ったっておばあちゃんとかおじいちゃんが着るような服ですからね。そうね、もうそれをドレッド3人組が着ると。ガチコーディネーターだね。そんなにさガチって言わないでよ。え、ガチやばいの期待してガチでやばいの出すコーディネートバトルだから。もう俺本当に入ったことないからさ、うん、正直未知なんだけど、だから言っちゃえば街中にいるおばあちゃんとか着てるような服しかないってことでしょ。そう、対象年齢40歳以上なんじゃないかな、あれは多分。じゃあパターゴルフとかやってるようなおじいちゃんが着るやつ。黙れ。じゃあね、気になるルールの方なんですけど、スローボイ君、はい、お願いします。ルールはですね、もうその名の通り、そこはですね、婦人服、紳士服があります。はいはいはい、はい。その中から3人で選んできて、全身を揃えるという。で、はい、靴はですね、それぞれもう履いてきた靴で OK ということで、小物などは全部そこで揃えて、なるほど。ガチコーディネートでございます。ちなみに金額はフリーということで。相場がわかんないですよね。そうだ。あと、みんな靴がそれぞれ違うからさ、ちゃんと自分の持ってきた靴に合わせるっていうのがポイントになってくるんじゃないかな、やっぱり。楽しみになってきたな。お次え、ないでしょ。いや、もうマリ無理、マリ無理。罰ゲーム今回なんとあります。スタッフさんも重かった。何がんだよ。今回は負けた人が全額支払いです。3人分。やめません、メンバー内でなんかお金減らし合うの。いや、ほんとそうだよ。だってそんな婦人服なんてもう運じゃん。うん、実力でしょ、ガチガチに。センスでしょ。テーマとかはまあそれぞれってことでしょ。そう、写真を出すときに発表してもらうから。じゃあそれぞれ、おじいちゃんおばあちゃん届け。届かせるかよ。逆に、逆に。よ、もうね、そろそろ着くんで、多分店内は撮影しない方がいいよね、うん、だから買ってきて、まあそれぞれって感じで。どうする、3人制に入る。そうだね。じゃあ後で見せ合うということで。ということで、あれだ、あれですよ。俺が勝つぞ。スリもお前俺に勝てるか。前回1時間悩んでるんで、今日はババッと。スローはこういうところで本当のファッションセンスが問われるか。間違いない。行くぞ。じゃあ行ってこいお前ら。ジャパニーズ。じゃあ誰から行く。え、もうじゃあこれは各自写真撮ってやって今から見せるってだけでしょ。そう。じゃあ勝ったよってことで、これはもう、そう、じゃあヤングと一緒に撮ってあるので、じゃあ行きたい人から行っちゃっていいか。いや俺これやだな、最初怖い。たまにはじゃんけんでいきません。そうだ、ね、あ、いいね。じゃあじゃんけんじゃんけんぽい。えぇ、ー、1番行く。おさすが切り込み隊長。じゃあ、2番。じゃあ、安定でしょ、2番。1、2、3。じゃあ、スローさんから。はい。ジャパニーズ。はい、来ました。来ましたよ。もうね、今回はですね、婦人服が置いてある店だから、ちょっとそういうのに寄せていこうかなと。なるほどね。がっつり寄せたいなって思ったんですけど、かなり難しかったね。じゃあ自分でもう寄せたんだ。寄せたつもりではいるよ。なるほど。がっつり婦人服側に寄せた。スローっぽいっていうよりかは、スローのイメージする婦人服って感じかな。婦人服を使ったかっこいい。ああ、一番いいんじゃん、それができれば。テーマ、成り上がれ、ロックスターへの道。情熱の赤は愛の炎へ。おぉ、わぁ。これはね、見てないから分かんないけど。多分見れば分かる。なるほどなるほど。ワールドエグ。ワールド一発目からダメでしょ、これは。じゃあ行きます。はい、はい、届け。せーの、ダン。俺でも結構いいと思うけど。すげえわ。ポイントですね。はい、ポイントはですね、この上、お店の人に婦人服だけど大丈夫って何回も聞かれました。すげえ心配された。めちゃめちゃ聞かれた。店員おばあちゃんだったっすよね。大丈夫なのこれ、絶対入るって言われて、いや絶対入りますっていうのを5回ぐらい繰り返した後にやっと購入できました。これね、これ。はい、これでございます。うわ、おばあちゃんがかぶってるやつ。いや、当てるとこちげえな。だとしたらこのボタンですね、ワンポイント。そうそう、ボタンは取れるの。ボタンこれ取れないよ。ボタン取れるわけねえだろ。目とかがなくなった時にこれ代わりにつけるの。あ、代わりつけるんだ。で、鳥の毛皮みたいのを使ってて。鳥の毛皮、鳥触ったことあるんですか。黙れや。絶対かぶんないような。マジでかぶんないね。色合いもさ、はい、ちょっとこんな感じで。なるほどね。パンツはかっこいいロックスターっていうテーマがあったから、はい、この中でもロックっぽいのを選びました。なるほどね。婦人服だな。だいぶ攻めてるよね。紳士服あったのに婦人服を着たってことですもんね。そう。いや、すごいよ。なるほどね。でも自分的にもね、攻めた割にはいい感じかなって感じかな。おー。まあ、攻めたね。優勝でしょって感じ。でもあれ、写真っていうか、こうポージングで持ってったっていう説明ないよな。でも、持ってきる人は、そうですね、すごいよね。おお、だってそれも入ってんだもん。ただこうやって撮るバカいるかよ。あ、いたわ、ここに。お疲れ。まあ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 、早くもう勝った気でいるじゃん。バチバチっすね。ジャパニーズ。エントリーナンバー2、ザケルでーす。いいよ。俺のテーマはちょっとスローボーイとはまた全然違うんですけど、休日のおじいちゃんです。おー、
なんだその反応。なしだなと思って。休日のおじいちゃんの。俺が想像してんのは腹巻きとか。確かに確かに確かに。確かに確かに。ついついって。はいはい。メガネかけたり。でもそれって人それぞれじゃない。まあ、俺の思う。まあもうみんなのイメージ。まあ俺の思うだから、ね。もうこんな感じっす。まあおじいちゃんだから。おじいちゃんにしよう。ええ？おしゃれだ。テーマ変えるのなしだよ。うるせえロロマゾロとでも言うか。はい見せて。せーの、ポチェリンチョ。じゃじゃーん。あー、なるほどね。え、こんな服あったっけ。そうなんだよ、俺こういう服を見つける才能があるの。パンツの色といい、 T シャツのサイズ感。でもだよ、まあ全然順位は決めてないけど、休日のおじちゃんっていうテーマの割にはザキじゃない、ただの。え、もうすっごいマイナスから食い込んできてるよ。そんなことはない。普通になんか反応しにくいわお前っぽすぎて。これを婦人服で見つける俺を褒めてよ。あ、そっちね。そうだよ。じゃあお前のポイントはこれ。それ聞いたら変わるかもしれない。そりゃそうだよ。おじいちゃんの T シャツをまずザキっぽくしちゃう俺。なるほどね。そしてザキっぽいパンツを見つけちゃう俺で、婦人服のバケハ、バケハかぶりだなこれ多分な。これ一緒のやつ多分。一緒だな。一緒だ。ほんとだ、色違い。色違いですよお前ら。みんなさっきなんて言った。ザキっぽすぎて反応しづらいって言ったら、うん、それがおかしいのよ。婦人服で俺っぽい服を見つけちゃうんだよ。テーマと違うじゃん。え、自分が言ってるテーマと違うじゃん。ザキです。はぁ、あ、テーマもう一回ちゃんと。じゃあテーマ言い直そう。じゃあ初見人みたいなリアクションするから、ね、いくよいくよ。婦人服であたかも自分の服かのように着てしまうザキル。おお、だったら、あ、さっきの入ってんな。さっきのがもう入ってんな。それね、入ってねえわけねえだろ。これでこれ見たら、あ、ザキだなってなってたんだから、おおってなんだよ。あ、でもYouTube の動画なのにそこかっていうのは思う。じゃあだってどういうこと。 YouTube の動画でやっぱ結構かまさないといけないっていうのは、まあ頭のどっかにはなかったから殺したんだよね。いや違う、だってなんか変な服装したらいいみたいなテイストだよそれは。じゃあまあ新しい自分を探すっていうテーマではあります。Japanese. エントリーナンバー3、スリムです。よっしゃっしゃー。スリムスリムスリム期待してるよ。はい、テーマはなんだろうな。一周回っておしゃれ、胸に虎を飼ってます、ガオガオ、巣鴨だったらモテるぜ、メーンでいきます。なるほどね。いいじゃん。あ、受けないか。いきます、せーの、ドン。あー、バケハかぶりじゃん。お前これ3人目の時点でマイナスだよ。いや俺結構ね、俺いいと思うわ。え、何を基準にいいとするのかこれは。まあスリムっぽくない、シャツ着ないし、うん、ベストとかも攻めプラスちゃんとそこのフィールドでやってるっていうのがちゃんと分かる服装っていうか、なんかいいんじゃない。え、待って、っていうことはこれ完全にだってそれぞれじゃん。俺自分っぽく戦ってかっこよくするっていうのが俺は正解だった。まあ、結果判定はヤングだから。そうなんだよ。これもう俺ダメじゃん。これスリムのポイントは。ポイントはもう着ないもので攻めてみようかなと思って。この前の自由カニエ、あれ俺だったじゃないですかほぼ。そうだね。ちょっとお気に入ってるっていう視点。それでお前この間ビニになったのか。ビニうわ、そういうことか。やっぱお気に行くってさ、 YouTube においてダメじゃん。まずお気に入ってない。俺は本気でやったんだよ。いやでもまあ俺はお気に入っちゃったんだよこの前、正直ね。お前それ今言うなよ。でもこれお前おじいちゃんだろ。だから一周回っておしゃれ、胸に虎飼ってます、ガオガオ、巣鴨だったらモテるぜめんっていうテーマですから。胸に虎は内に飼ってんの。胸の内に。いやどっちも飼ってますね。5万ポイントで飼ってて内に。あ、これ虎入ってんの。虎入ってます。あ、そうなの。ちょっと写真じゃ見えないんですけど虎のポイントが入ってて、へー、あと内にも秘めてるぞ。で、巣鴨っていうのは何。巣鴨ってやっぱおじいちゃんおばあちゃんが多い町なんで。あ、そうなの。そこでモテるぜめんっていう。なるほどね。 あ、じゃあもうおじいちゃんになりきったコーディネートみたいな。ちなみにめんっていうのは何なの。ん、めんっていうのは何。だからちょっと結構年はいってるけど心は若いよっていう。だからメーンとか言うでしょ。トラっていうのはまだ反骨心があるよ。そうです、そうそうそう。すげえじゃん。だ、意味がこもってるんですよ結構。あの短時間でそこまでいけたんだ。結構見たっすね。なるほどね。ヤングはこの3人見てどうでしたか。いやでも3人ともね、全然ザキのこと言ったけどね、なんか全然いいなと思った。本当にもっとひどいと思ったもん、ね、やっぱりお年寄りの方向けの服装だからさ、もっとひどい展開になると思いきや、なんか結構みんな似合ってるの見つけられたんじゃないかな。じゃあ月間表もいっちゃう。ジャパニーズ。まあでもね、今までね、いろいろあったけど、全部ね、独断と偏見っていうので壊されてきてるから、そう。何も油断できない。誰がなるか分かんないからね。ちょっと最後、悪あがきじゃないけど。あ、なるほどね、アピールタイムだ。してくれれば、まあまあまあ、つきやすくはあるかな。じゃあじゃあ、スリムから順番に行こうや。それで行こう。攻めました。あー。一言パターンね。一言に全てが入ってるパターンだ。いろいろね。つまんねえね。じゃあ、俺です。気持ちです。スロー様。まあまあ最後喋ってもなんだからね。おーおー。それでは第1回婦人服コーディネートバトル再開は。ブルル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 
う初めての展開だ。じゃあ分かった、じゃあ分かったわ。3人で指さそうや。それでいくか。ちょっと俺は決められなかった。だってもう。え、最下位だと思う人を指す。そうですね。じゃあ、あと、視聴者の方にも書いてもらおうかな。あれだよ。あ、それ怖いわ。書いてもらおう、やっぱり。じゃあ、いくよ。それでは、第1回、婦人服コーディネートバトル、大会は、せーの、ボン。え？スロー